皆さん、こんにちは。今回は、清須織田家との戦い、萱津戦いです。ぜひ、最後まで見ていってください。信秀の死によって、信長に対して、敵対的な行動を具体的に起こしたのは、三河国境の国衆だけではなかった。尾張氏も四軍の守護代清須織田家も反信長で動き始めた。この頃の尾張守護は芝吉宗で、清須城内の館に居住していたが、清須織田家の傀儡同然であった。清須織田家当主下四軍守護代は織田信友であったが、清須織田家は小守護代の酒井大善が牛耳っていた。ちなみに一般的に信友の名で知られる人物は、資料からは勝秀が正しい意味ならしいが、全く馴染みのない名前なので、ここでは信友で通す。芝吉宗と信長の関係は良好であったが、清須織田家は信長に対して敵対行動を起こしたのである。この頃の尾張の領主層にとって最大の関心事は、東の大勢力今川氏の動向であって、新朝後期に描かれているほど尾張は信長中心に回っていたわけではなかった。またそんなつまらないことを言う。反今川の急先鋒が信長だった。しばしは遠江の国をめぐる経緯から、今川氏とは宿敵なので、守護芝吉宗と信長の関係が良好になるのは当然であった。ほう。しかし織田信友や酒井大善らは、長い者にはまかれろ的な考えから信長に敵対したとみられる。酒井大善、酒井甚助、川尻様の城、織田三味らが示し合わせて兵を出し、壇上の中家の一族織田伊賀守が守備していた松葉城を攻撃して、伊賀守を人質に取って占拠した。また松葉城と隣接する信長の叔父にあたる信継の居城深田城も酒井大善らに奪われた。天文21年1552年8月のことであった。松葉城は大原町にありました。庄内川の西で、諸畑城と名古屋城のちょうど中間といった位置です。清須城からは南西に約6キロメートルです。現在の慈雲寺八剣神社あたりにあったようです。解説版等はありません。深田城は松葉城の南1キロメートルちょいにあったらしいですが、何もないそうなので行ってません。出陣じゃ。この知らせを聞いた信長は、名古屋城を出陣すると庄内川下半の稲葉寺城で、森山城から駆けつけてきた叔父の信光と合流した。稲葉寺城は現在の新明社あたりに築かれていたといいます。松葉城の東3キロメートル程度です。新明社の鳥居脇に石碑と解説板が立っていますが、遺構はありません。解説板によると、稲葉寺城城主の津田玄馬の城は、信長の母の姉が嫁いだ津田文後守の子で、文後守が天文5年に亡くなった後を継いだということです。つまり信長の母方のいとこですね。津田玄馬の城は信光の援軍が到着するまでの間、清須織田家の攻撃を必死に防いでいたといいますから、信長よりも
信光が先に来たんでしょうか。名古屋城より守山城の方が遠いんですが、築堤を上がって眺めた庄内川の流れです。庄内川は東から南に流れて尾張の国を二分する大河です。信光と合流した信長は兵を三つに分け、松葉城、深田城に向かわせる一行、自身は五条川沿いに北上し、清洲城から出撃してきた敵の援軍を迎え撃った。五条川はこの付近では庄内川の西を並行しています。尾張の国をほぼ南北に流れていて、清洲城も岩倉城も五条川沿いに築かれた城です。両軍は茅津で激突し、数時間激しく切り合った後、敵の酒井陣助が討ち死にした。その首は中将家忠と柴田勝家が二人がかりで取ったという。その他清須方の50騎が討ち死にした。茅津神社の西500メートルくらいのところに茅津古戦場跡の石碑があります。ちなみに茅津神社は漬物の神を祀る神社です。この地が海岸線だったため、塩と野菜を一緒に亀に入れて神前に備えるようにしたところ、偶然漬物ができたといいます。清須からの援軍が敗れた上、信長直卒の軍勢が押し寄せると、松葉城と深田城にこもっていた清須方の兵は城を捨てて逃げ出した。信長は余勢を買って清須城付近まで押し寄せ、田畑をなぎ払ってから帰還した。なおこの戦いが前田利家の初陣だったという。前田氏の居城荒古城は稲橋城の南約5キロメートルのところにありました。現在は公園と神社で前田利家生誕地の石碑が立っています。最寄り駅は青波線荒古駅で、駅前には前田利家公初陣の像があります。見送っている女の子はお松、後の報酬院です。大河ドラマ利家と松の影響で建てられた銅像みたいですね。知らんけど。荒古城は天文13年1544年、前田利家の父前田利政によって築かれたと言われる。前田利政は荒古城を築いて前田城から移ってきたという。このため前田利家の生誕地は荒古城ではなく前田城とする説もある。前田城は荒古城の西約3km、近鉄伏田駅から徒歩8分の側念寺にありました。こちらにも前田利家生誕の地の上りがあります。前田利家は天文7年1538年生まれとされるので、こっちの方が分があるように思われる。天文5年1536年説、天文6年1537年説もあるが、いずれにせよ荒古城築城以前である。
方。話を信長と清須織田家の争いに戻すと、これ以降両者の敵対関係が続くことになった。